ども、藤井明と申します。私はですね、クロスアップマジックといって、目の前でね、不思議なことを見せるというですね、専門にやってまして、で、今日は、そのゲームの一端をですね、見ていただこうということでございます。はい。ぜひ最後までご覧になってください。それでは、いきます。じゃあ、トランプを使います。ね、いろんなカード。で普通トランプと言いますと、全部で52枚必要なんですが、今日はですね、用意したのがちょっと足りないですね。でそういう場合は、補充してあげます。こうすると気持ちよく揃ったと思って、マジックができて、もう一度かな。もう一度あります。これで大体揃ったと思いますね。揃えてあげて。で、1枚だけカードを使います。適当に混ぜてですね、適当なやつを1枚抜き出しましょう。これでいきます。ダイヤの4。で、ダイヤの4を大体真ん中あたり、このあたりですね。これ入れます。このまま完全に揃えてあげますね。そうすると、まあ、上とか下にはないと。この状態でピッと指を伸ばすと、なんと上から出てきてしまう。もう一回言います。このダイヤの4を真ん中辺に挟んで、指を鳴らすと、なんと上がってきてしまう。ですか。もう一回言います。じゃあ、こうしましょう。分かりやすくですね、曲げてしまう。ダイヤの4が曲がっていて、このまま真ん中に入ります。こうしますとね、見えますから。上がってくる瞬間が見えます。よく見ると指を鳴らすと上がってきます。というわけで、上がってきますね。ありがとうございます。あ、これもいいですか。はい。はい、今度はですね、1枚だけコインを使います。1枚だけの場合は、どちらの手にこのコインがあるかを見ていただいて。さあ、まず最初に右手だけでね、振ってると、こっちです。で、振ってるとなくなって、また元に戻ります。ただこれだと誰でもできてしまいますので、もうちょっと真面目に。やりましょう。それと、こう、なくなります。こっちかなと思うと、こっちから出てくる。ですか。もう一回。振ってると、あ、本当になくなってね。こっちかなと思うと、こっちからじゃなくて、こっちから出てくる。ちょっと早いですか。あ、分かりやすくやりましょう。ちょっとコインを大きくするとね、分かりやすいですか。ね、これもう一回こうして、こうすると、また小さくなってですね。もう一回こう、もっと大きくなってます。もっとすごいのは、これ一回ですね、小さくしておくんですね。で、ピャッとやるとなくなるんですね。で、どこ行ったかというと、この下の方が出てきて、さらにこうするともうちょっと大きくなりますから、なんか終わったなって感じがする。ありがとうございました。はい、今度は、これ、なんだかわかんないですね。風船です。風船を膨らまして結びます。ちょっと風船怖いです。そしてですね、よく、剣とか飲むっていうのが多いんですけど、私の場合は風船でやります。風船を飲みます。はい、どうもありがとうございました。はい、今度はハンカチを2枚使います。ね、このコーナーの部分を結びます。タラッタンタン、タラッタンタン、もう一回こう通して、完全にね、こうやって肩結びを作ります。こうしますとね、固く結ばれてますけど、そしてちょっとこうして置いてあげると、ふっと溶けるんですね。ちょっと早く、もう一回いきましょう。サンチャラチャンチャンチャン、チャラチャンチャンチャン。できますよ。こうしてこうですね。さらにもう一回こうして重ねるとこれで結ばれてますね。引っ張ったんで取れませんね。でさらにもうしっかりとこう固くしてこのところをもう一回結びます。よいしょ。これでね3回結んだことになりますからね。かなり固く結ばれてます。あれ。これをかっこよくほどくというね。やつをね。それまた来週ってことでね、勘弁して。いやいや、冗談です。ちゃんとやります。よく見てください。あ、来た。あ、もう、だんだんほどける、これ。完全にほどけますから。ね。すごいでしょ。今度はウルトラマンを使います。で、これ、ゼンマイがついてますね。ゼンマイ巻くと、ウルトラマンが手をたたく。これ、床に置くと、歩けるんです。ね。
で、さらにすごいのは、私の言うことを聞くんです、このおじさん。いきますよ。動け、止まれ、動け、止まれ、動け、止まれ、ね、私の言うことが分かるんですね。で、さらにすごいのは、ウルトラマンですからね、飛びますよ。止め、飛びます。で、どうもありがとうございました。はい、というわけで、藤井明でございました。お楽しみいただけましたでしょうか。何かありましたらぜひよろしくお願いします。